おはようございます。曇り時々雨のバンコクの朝です。このホテルには、ね、朝食バイキングがついておりますので、その会場に行ってですねバイキングいっぱい食べたいと思います。フェリーありますね。シャオクライア川で昨日朝当てたりしました。お、朝渋滞してるんですね。確かにあのバンコクは電車乗りましたけど、あんまり電車乗ってる人いなかったですもんね。現地の人は車で移動してるんかなという感じで、まあ、バンコクタイがね雨季なんですよ。だからまあこれまでの天気がねあまりにも奇跡すぎたっていうことがあって、まあ、この天気ぐらいが普通かなとね思っていただければいいと思います。特にこの日本の夏のシーズンで、ね、タイはずっとこういう天気が続くらしいので、今日はまあお土産とか、まあ、そういうのをねなんか見る日にしたいということで、ショッピングモールとかね行こうと思ってるので、屋内だとね、まあ、そういう活動になると思いますので大丈夫だと思いますが、よろしくお願いします。はい、朝食会場にやってまいりました。いろいろありますね。ガチで何って書いてるかわからないけど、英語読むしかないっていう感じですね。久しぶりにパンとかも食べれる感じや。嬉しいです。で、バトースターとかもあって、焼いてくれてるみたいなのもあるな。この辺もスープ系もある。おー、クッシュとかもありますね。それではいただきたいと思います。まずは久しぶりのパンと、よくわからない4種のおかずで、食べ放題ではねこういう原価が高い生野菜を食べた方がいいということで、まあねあんまタイでは生野菜食べてなかったんで、このホテルではねちょっと信頼できるということで取ってきました。それではいただきます。パンね全種類食べたんですけど、これが一番美味しかったです。マフィンみたいなやつ。ではね、ホテルから出ましてデパートに行きたいと思います。ショッピングモールでね明日余裕があるかわからないんで、お土産とか T シャツ買いたいですね。で、昨日紹介してなかったですけど、こういうガーデンとかねこのホテルにはございまして、テラスみたいな席でなんかご飯とかも食べることができるっていう、まず本当にまるで貴族みたいなねホテルに宿泊させていただいております。ホテルから10分ぐらい歩いてきて、地上駅というかね、なんか難しい、地下鉄じゃないんですけど、地上鉄というんですか、地上鉄って言うとまた別の意味になっちゃうかもしれないけど、地上のね、なんかとにかく高架を走る鉄道みたいなのがあるんで、それに乗ってね、ショッピングモールを目指します。まあ、日本でいう地下鉄みたいな存在なんですけど、言い方がよくわからんな。このね、謎のチップみたいなのをピッてして入場してきました。シリントン駅というところです。30分ぐらいね今からこのなんか鉄道に乗ってショッピングモールを目指したいと思います。タイのねなんか MRT って書いてあったんで調べてみたんですけども、まあ、地下鉄と高架鉄道が混ざったような、まあ、タイのね民営そんなね鉄道会社でした。それに乗ってやってまいりました。ターミナル21という大きなショッピングモールで買い物をしたいと思います。こんなショッピングモール日本にもなかなかないよっていうぐらいでかい。で、なんかアソックって書いてあるんですよ。ターミナル21レッカーみたいなことなんですかね。もしかしたらそうかもしれない。もっとでかいのかもしれないですけども、途方に暮れるぐらいね大きなそんなショッピングモールです。トイレに来たんですけど、めちゃくちゃすごいですね。ここでお金を使えと言わんばかりのね豪華な内装でございます。ここはなんかご飯とかがねいっぱいあるそんな感じのフロアなんですけれども、このね、なんか日本の東海ですかね、焼肉&寿司って書いてあります。まあ値段とか見ると、まあちょっとタイとしては高い部類なんですけどね、こういうのもありますね。ラーメンのお店とかもありましたし、ただね、このね、なんかショッピングモールがどうやらちょっと高いかもしれないですね。タイとしてはですよ。まあ、その日本的には普通ぐらいなんですけど、まあ、せっかくタイ来てますからね、タイでしか買えない T シャツみたいなのをタイの値段で買いたいわけです。タイの安さでね。日本でも同じぐらいの値段するなやったらね、意味ないんで、やっぱタイでその安いやつを買いたいっていう、そんな感じに思っておりますが、どうでしょうか。これはトムヤムヌードルですかね。30バーツとか120円とかなんで、タイ料理だったら安いですね。日本料理だったらね、この倍とかもうその3倍ぐらいしてたかな。
いやちょっといろいろ見てるんですけどね、高いですね。タイパンツって100バーツで僕たち買ったんですけど、これね 2.5 倍ですかしてるんでね、ちょっと価格帯が高めですね。割と強気だな。なんかね、このフロアは日本のフロアみたいな、サンフランシスコ通りとかパリ通りとか日本通りとか、なんかねこのターミナル21っていうのがおそらく飛行機空港ねイメージしてる、そんな施設らしくですね、なんかいろんな国の文化のそんな象徴をフロアごとに表してるみたいな、そんな施設だからまあ買い物しなくても面白いかも。さっきのショッピングモールあんまいいのなかったんでね、まあお隣のといいますか、まあ、ちょっと乗ってですねもう一個のショッピングモールに行くことにしました。で謎のカードみたいなの買ってこれでね入場していきましょう。さあ降りましてやってまいりましたのは東南アジア最大級と言われておりますセントラルワールドというねでかいショッピングモールです。これはねタイ名物らしいんですが渋滞、あバイク乗ってる人めちゃくちゃ多いね。なんかよくテレビで見たことある光景のような気がする。そんな場所でですね買い物をしたいと思います。はい、これがセントラルワールドです。東南アジア最大級というだけあってめちゃくちゃでかい、さっきよりもでかいんですが、まあ、ちょっと高級ブランドとかが多い、まあなんか、うん、日本でも買えるなっていうブランドがいっぱいあるんでね、タイでしか買えないみたいなのがちょっとないような気がします。今のところちょっと怪しいですね、うん、割と高いです全体的に。ショッピングを終えましてですね、お次にやってきたのは、わかるかな？意外とどうでしょうか？ちょっとあの病院っぽいでしょ？っていうのもあのシリラント医学博物館というね、医学の博物館に行くことにしまして、そんな病院の一体の中にあります博物館、ちょっと見たいと思います。はい、シリラート医学博物館ね見てきまして、いやあのめちゃくちゃ面白かったです。うん、もうこれはねノーフォトだったんですけど十分に楽しませていただきました。もうねとにかく良かったです。楽しいですね。すごく興味深い展示がいっぱいありまして、であの次は近くにあったワンラン市場っていう市場にね来ました。なんか軽食とかがいっぱい売ってるんですけど、まあ服をね目当てに来たんですが、女性物がちょっと多いですね。なんかあんまり僕が着るようなやつはなくて、どうなのかなっていう感じなんですけども、なんかいいじゃない、安いのあるかな、どうでしょう。ここはめちゃくちゃ大きい服屋さんみたいなの見つけまして、ここでいいのが見つかるといいな。こういうね雰囲気はめちゃくちゃいいんですけど、まあ、昨日のカオさん市場の方が、まあ、どっちかって言ったら品数とか豊富だったかなっていう、なんか一辺倒ですね、こういうね柄物がちょっといっぱい多いっていう印象ですね、この市場は。まあでもあの市場のね雰囲気自体はすごくいいですし、まあ、ただ暑いっていうのは難点なんですけれども、ここはね面白いと思いますよ、うん、あのカオさん市場より客引きみたいなのも少ないしね。ということで、まあ、いいのもなかったので帰りたいと思います。帰りはこちらのボートですね。まだ汚い川でね川下りして帰りたいと思いますよ。なんでこんなボロいんですかね、ボロ床もめっちゃ揺れるんですよね。そして夕暮れ時ですね。まあ今日の晩飯も買ってからホテルで食べようということで、こちらはねハイパーマーケットっていうスーパーマーケットの上位互換みたいなんですかね、ロータスというところにやってまいりました、まあ、ホテルから20分ぐらい歩いたんですけど、まあ、ここでねなんか今日の食材やら何やろうね買ってホテルで食べたいと思います。
なんかこういうマーケットなんで、ちょっと安いんかなと思ったんですけど、まあいまいちね、そんな安くなく、むしろコンビニよりちょっと高いぐらいだったんで、まあじゃあコンビニにするかということで買いませんでした。はい、ホテルに帰ってきてご飯を食べてシャワーを浴びて、僕の服はいつの間にかタイの現地の人が着ているユニフォームになりました。そしてあのアメニティにあったねセイロンティーかなんかを飲んでおります。このホテルとも今日寝てしまえばおさらばですか。いいホテルでしたね。みんな今日は大きに、明日は最後やけどよろしくな。